we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't advance it. ちょ、やばい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 。ちょ、急いで急いで。今ちょっと帰ってきたばっかりなんですけど。ちょ、急いで急いで。急いでブラウザ開いて。急いでブラウザ開いて、丸ボーロ、丸ボーロのダッシュボード開いて、おっ、来たー来たー、千人ありがとうございます。いや、ちょっと仕事終わってもう疲れたと思って今日テンション結構低めで帰ってきてたんですけど、気づいたら999人で、帰ってきてる途中でね、千人達成しました。ありがとうございます。はい、ということで、改めまして、どうもこんにちは、マルボロです。はい、ということで、先ほどちょっと興奮してお伝えした通り、なんと、このマルボロチャンネル、ついにですね、チャンネル登録者数、1000人を迎えることができました。この1000っていう数字は、本当にもう長いこと目標にしてきた数字だったので、いや、まさかこのタイミングで目標達成できるとは思いませんでした。実はもうすぐで本格的にこの YouTube を始めて、本格的に、まあ、本格的にっていうほど動画投稿してませんけど、僕の最初のバイク、YBR125 の、納車日から、もう少しで3年が経とうとしてるんですよね。このタイミングでね、1000人という目標を達成できたこと、本当に嬉しく思いますし、これはひとえに本当にいつも見てくださって高評価をして僕を応援してくださる皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。まあ、1000人になったからといってね、今後ガラッとこのチャンネルが変わったりとか、もっと本腰を入れてやりますとか、そういうことではない、そういうことはないんですけれども、これまで通り、いつもの丸ボロらしくですね、マイペースでまた動画更新、Vlog 更新続けていきたいと思いますので、今後とも変わらずですね、マルボールを応援していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。YouTube のコメントをいただいたりとか、高評価いただいたりしたら、本当になんだろう、僕の YouTube 活動が応援されてるっていうよりは、なんか僕の人生が応援されている気がして、本当に YouTube 活動だけじゃなくて、普段の学校生活に始まり、もう今仕事してますけど、仕事だったりとか日常生活、本当にね、頑張ることができているので、本当に、なんだろう。YouTube なかったらね、今の僕は本当にないんですよね。本当に皆さんに支えられながら、ここまでやってこれたので、本当に感謝でいっぱいです。重ねて本当にお礼申し上げます。まあ、ちょっとあまり固くなるのもあれだと思うので、まあ、この辺にしておきますが、本当に、本当にありがとうございます。ちょっと今はね、ジークさんが、まだちょっとどういう状況かわからないっていう感じなんですけれども、まあ、この丸Vlogの今後の展開としては、やっぱり僕のバイク人生っていうものを一つのテーマに更新していくことになると思うので、まあ、僕がね、今後仕事頑張りながらバイク人生を楽しんでいく、その様子をね、一緒に楽しんでいただければいいかなと思います。先日の R6 のね、納車動画のコメントでもたくさんいただいたんですけど、ああいう感じでやっぱり僕の、なんだろうな、幸せを共有できたりとか、バイク乗って楽しんでるのを見てもらって、一緒に楽しんでもらえると、本当に、さらに僕もまた嬉しくなるので、ぜひね、コメントと高評価、今後もね、よろしくお願いします。皆さんと、人生、一度きりの人生、思い切り楽しんでいけたらいいな、と思っております。ということで、まあ、一応、長らく目標にしてきたこの1000人というのをね、達成できたので、じゃあ次の目標は何だっていうことなんですけれども、まあ大体この流れでいくと大体1万人とか10万人とかね、動画投稿する方は目指していくと思うんですけど、とりあえず僕はですね、もうチャンネル登録者数というよりは、Vlog の内容とか動画更新、毎日コツコツちゃんと更新するっていう、そっちを目標に頑張っていきたいなと思ってます。すでにこの動画もね、タイムラグがちょっとあって、遅れて出てると思うんですけど、撮った動画は次の日も編集して公開するような、そういうリアルタイムの、Vlog を、毎日続けれるようにちょっと、まずはそれを目標に今後頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。なんか今
ありがとうございますとよろしくお願いしますかしてしか言ってないような気もしますが、いや本当にでもそれが本当に今の僕の気持ちですので、受け取っていただけると幸いです。いや本当ね、仕事今日ちょっと1時間ぐらい残業して、さあ帰るかと思ってスマホを見て、でまあもうすぐで1000人になるっていうのはね分かってたんで、ちょっと帰る前に見とくかと思って見たらね、登録者999人でうわもう1000になっちゃうと思って、とりあえず999人ってツイートして、でまあ電車乗って帰ってたら、もうそのツイートを見てね、ちょっと知り合いが1000人目になりましたって言って登録してくれて、無事1000人達成するという流れですね。もう本当慌てて帰ってきて、もう本当今興奮が本当冷めないんですけれども、でちなみに帰ってきてすぐやばい1000人になったってこうパソコンの画面撮ったと思うんですけど、あの後実は買い物に行ってきてですね、パーティーの準備をしました。いや今日月曜日でね、明日も全然普通に仕事なんですけれども、いやこの1000人はね祝わずにはいられないということで、ごつを買ってきたので、今日はそれを食べてまた明日からの Vlog、 そして仕事、日常生活頑張っていきたいなと思います。そして早くも1001人になっておりますが、じゃじゃーん、来たー、刺身にお寿司に唐揚げシューマイ弁当、そしてお店の棚にラガーがなくなってキリン秋味になってました。もう秋ですからね。うわー、まあ、全部もう割引になってたんで、すごい価格抑えられたんですけど、豪華でしょこれは。いやーこれはやばい。お寿司、そしてサーモンのお刺身、唐揚げ、シューマイ弁当、そしてビール。いやーこんな豪華なご飯は久しぶりです。じゃあ本当に皆さんのおかげです。1000人ありがとうございました。そして今後ともどうぞよろしくお願いします。いただきます。うわー、仕事終わりにビールが染みるぜ。じゃあまずはサーモンの刺身からいただきます。うんうまっ、うまい。お寿司もいただきます。うまい。イクラの軍艦ね。いただきます。ああ、幸せ。めちゃめちゃ幸せです。サーモンの刺身はめちゃめちゃ美味しいです。うまい。エビもいただきます。満足。やば、うまいな。いや、ほんとね、ほんと、Vlog コツコツ続けてきて、頑張ってきてよかったです、ほんとに。ほんと幸せです、僕は。いや、日頃ね、日頃結構節約してるおかげもあって、こういう時のこの豪華な食事がより一層、美味しく感じますね。めちゃめちゃ今幸せ、もう。もう幸せすぎて今とろけてしまいそうです。なんか、普段ビールぐらいじゃ全然酔わないんですけど、もうなんか幸せに酔ってきました。いや、何言ってんだ。やっぱサーモンがうまいよな、一番。結局。やばい、ちょっと、このタイミングで高専時代にバイトしてた、コンビニのオーナーから、LINE が来て、懐かしい。いや、結構量があると思ったんですが、ペロッといっちゃいました。ごちそうさまでした。